飲食店の売り上げを上げる一つの方法として、メニューブックを知恵を入れるということですね、えー。まずメニューを見て、皆さんあのファミレスに行かれると、メニューにものすごく知恵が入ってると思いませんか。注文してほしいものには大きく出てくるし、ページごとにその冷ややっこだとか卵巻きだとかほうれん草なんとかっていう、 え小皿がこうついてますねそれはあっちこっちのページについてるわけですから、えー、これを頼みたいけどあそういえばこれも食べたいという一品余分に注文していただけるような仕掛けもあるわけですメニューがただ品書きが書いてあるだけではダメですね、えー、メニューには例えばうなぎ屋さんとするとうな重いくらではダメですね、えー、小地区バイとあると 大体真ん中を頼むわけですねえでも松を頼んでほしいんだったら特上小地区バイトすることによって、えー、松が売れるわけですね、えー、メニュー一つ取ってもこの松村さんという,う CRM ていう会社の社長はまあたくさんの情報を持ってますたかがメニューですけどメニュー一つで売り上げが上がるもしくは来店率が 継続して出て出くるそれはメニューは店に行ったら見えますけどでもネットで見ることによって四季それぞれの新しいメニューが見えてくる予約をしたら何かお土産が余分にもらえるまあそんなようなメニュー一つですけど集客増客をするためにまた客単価をちょっと上げるためにも 必要なこととが出てくると思いますぜひ皆さんの商店街また地域でメニューで売り上げを上げる客単価を上げる集客するという話だったらぜひ呼んでいただいて一緒に勉強できたらと考えております。